はいはい。皆さんこんにちはこんばんは、お疲れ様です。今日もゆっくりまったり、のんびりと見てってくださいね。今日はですね、ネザーのピグリン要塞に行ってみようかと。アプデ前に見つけたところは、アプデ後にチェストを開ければ新要素入ってるとか、そんなことを聞いてたんで、それが本当なのか、もしくはただ運がないだけなのか、見に行ってきます。校舎のような気がするなぁ。ただ、今までちゃんとした要塞見たことないのよねー。オンボロだし、マグマキューブいないしで。できれば、要塞の1階の溶岩が綺麗になってるとこ見てみたいなぁ。美味しそうな色のポーションだねー。あら、フランいらっしゃい。アプデでこうなったのよ。私の羽の色みたいで綺麗だなぁ。確かにそうね。さて、ネザーで初めて見つけた要塞に行ってみるわよ。あ、道作ってる時のだっけ？そうそう、よく覚えてたわね。以前はシェダー入れっぱなしですぐに見つけちゃったのよねー。今回は？シェダー入れないの？まだ、やってないのよねー。早く見たいなぁ。中の人頑張って調べてるから。頑張れー。あははは。さて、着いたわよ。暗くてわからないねー。そうなのよー。普段じゃわからないけど、シェダーで明るくなっててわかっちゃったんだよねー。わお、怖いねー。気をつけていかないとね。この辺りから入ろうかしら？ねえ、ねえ、いろんな声、音、聞こえるよ。聞こえるわねえ。気をつけてね。ありがとう、慎重に行くわ。ちょっとBGM 怖くしないでよ。え？じゃあ。うんうん、まあいいか。じゃあこれで。さっきから何やってんのよそこ。あ、ごめん。こちとら、真剣に挑もうと思ってるのに。あれがブルートね。あれ、敵？そうよ、この要塞にいるピグリンよ。やっぱり硬いわね。あのかっこよさげな防具強いのかな？そうかもね、なかなか倒せないわ。後ろは、他が来ないようにしとくわ。挟まれたら大変だもんね。なに？こいつこんなとこに、まったく。頑張れー。あんたも出てきなさいよ。あんたはすぐ来ないでよ。おやった。結構時間かかるね。まとめて来られたら大変だわ。いっぱいいるのかな？何人かわからないけど、それなりにいそうよね。うわぁ、大変だ。あんまりまとめて会わないように祈っとく。それはありがたいわ。お宝はどこかしら？降り方が楽しそう。降りるなら早く来なさいよ。まったく。あ、お肉だー、肉ー。あったわ。会えた？行けー。やれー。いいぞー。まだまだー。うわー。さて、開けるわよ。ボン。え？豚戦争？あはは。面白い名前。内容はどうなのかしら？まだわからないよ。うん。なんか、通った？え？早くてわからない。あ、ちびちゃん。びっくりするからやめてほしいわ。見つけた。周りは大丈夫かしらね。いざ。ボン。で、霊夢エンチャント付きのクロスボア。あ、見つけた。次こそは。ボン。はぁ。霊夢。ほら修繕付きだよ。そうだね。あったよあった。せーの、ボン。もう、期待もしてないわ。古代の瓦礫はラッキーだね。もう帰ろう。あら？こんなとこから出てきたわね。あ。ちょっと。わわわ飛び道具は効いてないわよ。逃げて。体勢を整えさせてちょうだいよ。うわぁ、マグマ気をつけて。待って、こっちはヤバかったから。いっぱいいる。足元に気をつけながら。だから体勢をね。霊夢頑張ってー。ちょっと落ち着きたいのよねー。うわぁ。早く霊夢早く。ちょっと、フラン落ち着いて。脅かさないでよ。まあ、どこかでダイブして逃げるしかないって思ってたから。もう、心臓に悪いよー。あははは、ごめん。落ち着いたら一旦ここから出るわよ。そうだね、はぁ。今ので疲れちゃった？疲れたよもう。はい、ただいまー。おかえり。古代の残骸ぐらいよね。やっぱり運が左右されてるわよね。まあ、何もないよりは、ねえ。確かにね。
この後にもう一つの要塞に行ってきました。撮影はしてないんですが、一応見つけました火事型。ただこっちも要塞はボロボロでした。はい。はい。今こっそりがっつりやってるのが、どっちなの？地図埋めです。ポータルのあった場所の一列ね。本当は3枚まとめて、グルーってやろうと思って撮影してたけど。けど？読み込みで重くなってやめました。あさし。何かあればすぐに撮影できるように埋めてますので、成果はそのうち。今からは何するの？今から、桜の木を植えます。これは完全に装飾です。ここの通路はまあいいんだけど、桜図書館とスニッパーたちのお家の間が空きすぎてて。うんうん。そこに桜を？何か植えるなら、桜かな？って。いいねえ。え？あれ何？花？出ちゃうんだね。消えた。昔からあるよね。ドアから、牛さんとか羊さんの顔とかね。そうそう。ああ、確かに広いねでしょ？この辺りから、植えようかな。間をある程度開けないとね。植林場じゃないもんね。そうそう。ポン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 。今日はポンポンデーだわ。確かによく言ってるわね。ポン。ポン。ポン。いいんじゃないかな？うんうん、綺麗。ほんのりとしたごちゃごちゃ感いいね。うん。まだまだ増えるもんね。そうねー。はい。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントなどいただけたら。めちゃめちゃ嬉しいです。次回も見てくださいねー。まだまだ厳しい暑さが続きますが、体調管理気をつけて乗り切りましょうね。ではでは、まったねー。バイバイ。